みんなの心に獣ゆり萌えって思ったか。いや、まあ、ゆり萌えなんだけど、僕は獣萌えが最高なんだ。というわけで、みんなの心に獣萌え、てりちゃんはアビタカなんです。よろしくお願いします。え、僕バーチャル YouTuber なんですか。バーチャル YouTuber です。よろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、まあ息抜き動画ということで、まあアビタカ食べる動画なんだけどね、テーマがあります。リスナーさんから協力していただきました。それはアビタカを知った経緯とか、アビタカを知ったきっかけについて、ういやはい。そういうわけでですね、あのリスナーさんに協力を募りまして、アビタカをどういう経緯で知りましたとか、アビタカをしたきっかけを教えてくださいっていう風にお願いをしたところ、いろんなコメントが集まりました。今回ね、それを紹介しながら、ダベルみたいな動画にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ行ってみよう。間違えて照れちゃった。本当はこうしたかった。それじゃあ行ってみよう。それじゃあですね、まず一つ目、ラグーンラウンジで知ったというコメントが来ました。ありがとうございます。ラグーンラウンジな、本当になんかあれ結構いろいろと新規さんがね集まってくれて嬉しかったです。ラグーンラウンジすげえ、さすがオーダルさんだ。あ、制作者のオーダルさん、ですね、実況の許可くださりありがとうございました。いや、ラグーンラウンジ効果すげえな、マジでみんななんか見に来てくれるもんな。本当ありがたかったですよ、ラグーンラウンジ。あれのおかげで結構その時期は登録者数がね、なかなか伸びやすくてありがたい話でした。というか僕やっぱノベルゲーというかね、ストーリーがあるゲームが相性いいんだなってつくづく思わされましたね。まあ、猫自身のおかげでそれをしたっていうのもあるんですけど、もう一つ根拠が欲しいと思ってラグーランジやってみましたよ。はい、ノベルゲームね、やってみたんですけど、やっぱり相性良かったなって思いました。なかなか、なんだろう、僕の実況が、実況好評だったのか、ラグーランジのおかげなの。いや、まあどっちにもしとこう。はい。多分僕の実況もギリ良かった。うん、けどラグーランジのおかげだった、何よりも。まあそんなわけで、ね、やっぱリアクション取りやすいんだよね。昔のアクションゲーム配信やった頃と比べると、やっぱリアクションとか話がしやすくて、なんか話題に尽きないからさ、ストーリーがあるゲームって。だから、ノベルゲームって相性いいなと思って。で、ラグーランジもね、もしかしたらやれるかなと思ったら、うん、すごい相性良かったです。ありがとうございました。すごく楽しくできました。ラグーランジね、裏話するとね、あの、ラグーンキッズがね、出始めちゃったんだよな。大変だった。コメント消したりとかしてるんだけどね、DM とかも放置してるんだけどね、ラグーンキッズがちょっと、扱いが疲れましたね。はい。いや、何が疲れたかっていうと、まあ、ラグーンラウンジのね、僕のシリーズの動画見てもらえばわかるんだけど、エッチなシーンがある動画が大体再生されまくってんだよね。そこでね、そう、なんか子供たちが来てさ、大変でした。最終回が終わった後さ、コメント欄どうなってたと思う。なんかお疲れ様でしたとかじゃなくて続きやってくださいの一言だけだよみたいな。はぁ、みたいなねぎらいもなしで続きとか、うるせえよみたいなラグーランジ最終回になったこと祝えみたいな感じで、僕の中ですごいツッコミがね止まりませんでした。はい。いや、ラグーランジがね、あのラグーンキッズの何がやばいかって、あの最終回終わった後ね、続き投稿してくださいっていうのがめっちゃ多かったんですよ。 DM にも来るほどだった。いや、まあコメントシーンによっては、まあいつかやりたいなと思ったけどね、正直ね、こんな中ではやりたくないなって思ったのがありまして、あですね、コメントしていた人たちの真意をね、考えてみるとね、正直アビタカの実況の続きが見たいじゃなくて、ラグランジの続編買うのがめんどくさいから代わりにやってくださいみたいなニュアンスがすごい強かったんですよ。そう、金払うのめんどくさいとか、自分でやるのめんどくさいから続きやってくれませんかみたいなニュアンスでした。うん、だってアビタカの実況楽しかったですみたいなコメントなかったんですよ、大体続き待ってる人ってアビタカの続き、なんだろう、アビタカの実況楽しかったんで、続きでまたラグーンの続編してくれたら嬉しいなとか、そういうのじゃなくて、ラグーンの続編やれみたいな、それだけだったんですよ。お前ら、これ単純にお前らあれだろうみたいな買うのめんどくさくて代わりにやれみたいなニュアンスは絶対やんねえかなっていうことで、まあ、正直言うとラグーンの続編は分からない。多分大谷さんも許可出しづらいでしょ、さすがに。続編とかは許可もらわなきゃいけないとかもあるし、多分大谷さんの時は許可もうこれ以上は無理だと思うし、で何よりもね、そんななんかアビタカの実況に興味ない人たちのためにやるつもりは毛頭ないっていうのが僕の本音なんでやりたくなった時にはやります。はい。だからスカットすぐやるつもりはない。多分数年後とかじゃない、1年後とか2年後かもしれないけど、もしかしたらやるかもしれないけど、スカットやれって言われてやる男ではないのを皆さんお願いします。まあ僕のね、普通の、なんだろう、僕を追ってくれてるそういうリスナーさんの大体はもう分かってる気がするわ。アビタカそうやれと言われてやる男じゃねえみたいな、自分のなんかそういういろいろと考えて活動するやつだから、
このコメント欄で続きやってくださいって言われてやる男じゃねえなみたいな、そんな軽い男じゃねえなみたいな、きっとみんな分かってくれてると思う。でまあ一つ確かなのは、まあ、やれと言われたからっていう理由でラグーンやるつもりも毛頭ないし、で続編待ってる、なんだろう、そのラグーンの続編実況待ってる人ほとんどがぶっちゃけアビタが実況見たいがじゃなくて自分で買うのめんどくさいからやれっていうニュアンスがあったんでやらないだけで、まあ、単純にいつかやりたいなとは思ってるんで、まあ、もしやる機会があったらその時皆さんよろしくお願いしますということで、はい、まあ、ちょっとね、あの最終回投稿した後そういうコメントがめっちゃ多かったんで大変でしたね。続いてのコメントですね、アビタカさんと出会った経緯は1年くらい前にニコニコで獣アートを検索してアビタカさんの動画がヒットしてすごい分かりやすかったのでずっと見てました。ちなみに初めて見た動画は獣になった経緯の動画でした。こんな感じということでありがとうございます。ニコニコで見てくれるっていうのは本当になんかわずかにいらっしゃるんですけど、本当にありがたいです。ありがとうございます。獣になった経緯の動画ね、 YouTube で未だに再生されててありがたいんだけど、まあ、これはまた後ほど語るんだけど、ニコニコで見てね、してくれたつか見てくれたのはまた珍しいよね。やっぱニコニコ投稿してるとよかったなって思いました。まあ、今ちょっとね、なんだろう、やっぱニコニコ全然再生されねえからもういいやと思ってニコ生のアーカイブ保存庫にしてるんですけど、こうやってニコニコをきっかけにアビタカをしてくれてる人もわずかにいるって考えると、まあ、ニコ動で投稿するのもありかなってちょっと思ってますね。まあ、獣ゲーム投稿するっていうよりかなんだろうな、本当に半年か1年くらい YouTube で投稿されて放置されて、まあ、今後再生されなくなった動画をニコ動で投稿してみるみたいな、そのぐらいのやり方をちょっとやってみようかなって考えてます。そうそう、だから過去の動画はニコ動で投稿するけど、だから最新のアビタカの動向を知りたかったら YouTube 来てねみたいな感じでやろうかなってちょっと考えました。やるかはわからん。続いてのコメント、きっかけの件ですが、僕はアビタカさんの生放送に嵐が現れたみたいなツイートを見て知りましたということで、はいはい、あのメガルカリオ様、様ってつけるのもなんかおこがましいんだよな。まあ、あのメガ様って言われてるあのゲージみたいなのが現れまして、獣界隈のゲージメガ様みたいな感じのがあって、まあ、獣の界隈で悪い意味で有名な嵐がいたんすよ。着ぐるみ界隈でやべえやつらしい。いや普通ではないけど着ぐるみ界隈だけじゃなくて S さんとかにも絡んだりとかでキモいやつがいて、悪い意味で有名な、しかもなんか20代後半らしいっていう、もう救いようがねえやつがいたんだけどはい、僕もなんかそこに被害遭いまして、その時多分 VTuber で初なのかもしれないけど、その日があったのは。そうで、今日僕そいつのこと知らなかったんだよ。獣界隈で有名だった、有名な嵐っていうの知らなかったから、まあ単純に注意喚起で、まあ、VTuber もしかしたらなんか他の獣 VTuber とかにも行くかもしれないから、みんな気をつけてねっていうツイートをしたら、まあなんかいいねとリツイート意外とされて、まあ別にそんな400ぐらいなんだけどされたんすよね。で、あれをきっかけで、まあ、この方もね、なんか僕のことを知ってくれたようだけど、他にもなんかあれをきっかけに登録してくれた人がいて、あの日で登録者数10人ぐらい増えたんすよね。なんか、ありがとうございます。まあね、うん、うまく利用できたならよかったわ、あいつ。あいつ利用できたって感じかな。ありがとうございます。で、まあ、それでね、なんか Twitter がちょっと、Twitter で知ったからフォローしたとかじゃなくて、なんかその後見てくれてるようで、僕はすごく嬉しく思います。ありがとうございます。まあね、メガ様の被害に遭った VTuber っていう、そういうまだなんか第一印象あるかもしれないけど、なんか、アビタカ面白いから見に来てるよとか、そういう方がね、増えてくれることを祈って、僕は頑張っていきたいですが、なんか皆さんのそういう第一印象を変えられたらいいなと思いますので、今後も頑張ります。嵐に負けないぞ！では続いて、YouTube のコメントからね、拾っていきましょう。35件くらいもらいました。ありがとうございます。多すぎー！コメントで一球！はい、行きます。行くって、そっちの行くじゃねえよ。ゴーって意味だから。はい、猫獅子の限定版内容を探していて、たどり着きましたということでありがとうございます。猫獅子のね、限定版もね、だいぶね、ちょっとキッズ多かったんですよ。ちょっとキッズ多かったんだよね。なんか、モザイクかかってるとかなんかコメントしてきて、当たり前だバカみたいな。書けねえやついるかっていう感じでね、なんかそういう、なんだろうね、アホがコメントすることがあって、まあ全部削除してるんだけど、そう、そういうコメントが来てて、毎回削除してて大変でしたね。そういうコメントされた場合、僕もう削除してブロックしてるんで、もう大丈夫です。二度と来ねえだろ。いやー、まあそう、限定版もね、ちょっとね、そういうわけで、やっぱエロコンテンツキッズが来やすいんだよね、なんか、そういうエロ書きが来やすい。だけど、なんかこの人のようにね、その限定版から、アビタカを知って今もなんか追ってくれてるようならすごい嬉しいです。ありがとうございます。まあ、もちろん別になんか限定版を見に来たっていうだけでもね全然ありがたいです。荒らさなければ OK そう
キッズが荒らさない限りは OK です。うん、浴びたか目当てではないけど限定版見にもう一回動画見に来たとか全然ありなんでね、うん、見たい時に見てくれれば嬉しいしね。ありがとうございます。続いていじめで検索して可愛い鳥さんにお目にかかりました。いじめ動画ね、未だに再生されてるのありがたいです。ありがとうございます。あの性的いじめについてのね動画を出したんですよ、僕が被害になった件なんですけどね。あれ未だに再生されてて嬉しい。けどちなみにあれなんか性被害の話だからか知んないけどあのね広告外されてんだよね広告つけられませんでした。申請して人の目で見てもらってもやっぱダメって言われたんで、あれも永遠に広告つきません。残念ですはい、やっぱなんかみんないじめに関心ある人が見つけてね、でそこでなんかえ鳥獣人意味不明なんだけどみたいな感じで、あれかな、サムネイルで意味不明って思ってそのまま見に来てくれたんかな。ありがたい話です。嬉しいです。ありがとうございます。まあそんな感じでやっぱ獣の経緯動画しかり、いじめ動画しかりで、なんかね自分語り動画意外と需要あるの嬉しい。なんでだろうねなんでだろうね僕はなんかのほほんと喋ってるだけなんだけど、まあそういうねなんか何でもいいからそういうテーマでね、浴びたかをしてくれて、未だ追ってくれてる人がいるってのは嬉しい限りですよ。その動画だけで終わるというか、なんかそういう瞬間的なもんじゃなくて、その後を見てくれてるって継続的なコンテンツにつながってるなら僕は嬉しいです。猫しちゃった気がする、ケモを探していて、やっぱケモを探していてね、で、浴びたかにたどり着く人って、今のところ多いらしいね。今後も獣ゲーム実況どんどんやるからさ、それでね、獣を探して浴びたかにたどり着いた人って今後増えるかもしれないね。頑張っていきたいと思います。Twitter のフォロワーさんと話してた時、通話してた時、僕の声がアビタカランサーに似てるって言われて知りました。これ珍しすぎんだよ本当てかさ、アビタカなんて弱小 YouTuber をさ通話で出すな、恥ずかしいだろ絶対相手知らねえもん、絶対誰みたいなTwitter でなんか君の声アビタカさんに似てるねって言われてさ、誰みたいななるだろ絶対、恥ずかしいから会話途切れるだろ。今日まあ今回は珍しくなんかそっから派生して僕を知ってくれて追ってくれてるっていう方らしいからね、ありがとうございます珍しい事例だと思うよこれ。てか Twitter のフォロワーさんと通話してるのか、僕 VTuber の際通話全然しないのに羨ましいぞエネマグラの動画でここにたどり着きました、ありがとうございますエネマグラの動画もね、あてかねエネマグラの動画ね、さっきまでラグーンキッズとか限定版キッズとか語ったんだけどね、エネマガラキッズね、いねえんすよ。実は治安いいんで、低評価多いけど。低評価多いから、そういう点では治安悪いかもしんないけど。コメントのね、治安良くて、なんだろうな、だから、あれやってよかったなっていうか、案内再生されると思わなかった。もうそろそろ4万いくっけそろそろ4万いくかもしんないんだけど、エネマガラ動画、本当一番再生されてます。ありがとうございます。みんなエネマガラ好きすぎだろ。まああれほとんどね、エネマガラを見に来ただけってことで、あんましチャンネル登録にね、繋がってないんですよね。再生数と僕の登録者数の差を見れば分かる通りで。多分なんか、もう1、2万人ぐらいなんか動画を見てるけど、アビタカのチャンネル登録しないっていう方ばっかりだと思うんですけど、まあその中でね、ありがたいことにエネマガラ動画をきっかけに僕を知って、未だに見てくれてるって方もいらっしゃってるようで、そう考えるとね、エネマガラ動画作っといてよかったなって思いました。ありがとうございます。あれちなみに本当に何も考えずエネマガラをね、使いたかったからで、ね、収録しただけなんですよ。本当に何も売らなかった。あれ、アビタカにしては珍しく何も考えてなかったんですよ、プランとか。とりあえずやっとこうみたいな精神でやったら、本当になんか、一番再生されてて。やっぱ YouTube ってわかんねえな。最近おすすめ出て知りました。アイコン可愛かったのと、動画の動く鳥ちゃんが可愛すぎてもう辛いということで、まあ、結構外見がね、印象だったのかな。ありがとうございます。こういう見た目で生まれてきたことを誇りに思います。てか、おすすめに出てくんの？おすすめって結構アクティブが高いやつがおすすめに出やすいと思うんだけど、僕何の動画がおすすめに出てんのそこ気になるんだけど、何の動画おすすめに出ちゃったの？絶対それやばいでしょ僕の動画おすすめに出てくるって第一印象悪いだろ絶対僕のは。まあそこからおすすめから釣られてね、僕をしてくれたのならすごい光栄です。ありがとうございます。猫じして知りましたってことで、やっぱ猫じして知ってくれた方は嬉しいな、ありがたいわ。本当やっといてよかった猫じしは、あれ本当思い入れが深いです。VTuber ケモナーって調べていたら、アビタカさんのオーソヒロが出てきて、そこで知りましたということで、オーソヒロもな、懐かしいな、あれ。あれも未だに再生されてるな、当然収益は通ってないけど。VTuber ケモナーってやったら、そのうちの人にアビタカが出てくるようになったよな。だいぶ、やべえよな。地獄絵図じゃね、それ。オーソヒロもね、実はキッズいなくて、治安いいんですよ。低評価知らん。もう見てねえから、僕も怖くて見てねえから分かんないけど。あれね、意外とみんな見るだけ見て、別になんかそんな嵐コメントとかしてこないんで、嵐じゃねえや。嬉しいですね。エロコンテンツってやっぱそういうキッズが出やすいっていう印象があるんですけど、オーソヒーローやってね、特にそういうコメントもないからね、治安はいい。やっといてよかったと思いました。
噛んじゃった制作者さんもね、あのツイッターのフォローとかあとコメントもくれてね、本当ありがとうございました。嬉しいです。猫獅子について探したらたまたま見つけましたということ、ありがたい。なんか猫獅子で、ね、僕をしてくれた方多いよね。本当完結までやっといてよかったなって思いました。猫獅子は思い入れ深いです。まあね、序盤の実況がマジで黒歴史なんだけど、それも含めてなんか浴びたからの成長力だなって感じるんですよ。やっといてよかった。完結までできてよかった。まあ、後悔があるとしたら定期更新できなかったよね、本当に。ムラが激しかった投稿頻度。1ヶ月に1回の時もあれば、1日で3本投稿とかもあって意味不明だったからな。そのあたりが反省点すぎるんだけど、まあ今完結したから関係ねえよな。猫石ね、見てくれてありがとうございます。あれはね、本当にね、猫石はマジで思い出深いんで、今後もね、いろいろな形で猫石と関われたらいいなと思います。獣で調べたときに、アビさんの獣になった経緯の動画を見たのが、きっかけですということで。やっぱ、獣になった経緯の動画、本当に未だに再生されてありがとうございます。獣で調べるとこの動画出てくるんだな。その獣になった経緯もね、あれ本当あんま何も考えずに喋ってただけなんだけどね。やっぱこの獣になった経緯の動画が意外と再生されたおかげで、あ、自分語りって意外と視聴されるんだなって、まあテーマによると思うけど、ただの雑談とかだったらダメだけど、テーマに沿ってそれについていろいろと喋ると、意外とみんな見てくれるんだなっての気づいたんで、これ結構僕のね、方向性について考えるのにいい動画でした、この動画は。作ってよかったと思ったし、だから未だになんかこういう動画も作ってるし、なんだろうな、まあ、自分方以外にもアビタカ日常動画とかも出したらいいなっていうことで、ね、やれたんで方向性をちょっと広くしてくれた素敵な動画でした。ラグーンラウンジで知りました。ありがとうございます。ラグーン効果やっぱすげえ。ラグーン効果すげえ。ラグーンラウンジ様々ですよね。YouTube で獣って調べたアビタカさんの動画出てきて、そっから知りました。どんな動画出るのかわかんないけど、だいたいやべえ動画しか出てこないから、ディストピアだもん。獣、YouTube で獣って調べた時、VTuber つけないで獣って調べたらもう出てきちゃうんだよ。まあ、ゆくゆくはね、あの、獣って調べたアビタカの動画ばっかりになる、そんなね、YouTube の検索結果をね、目指していきます。はい、あの、完全にディストピアです。ごめんなさい。地獄絵図です。もう、低評価待ってなしかもしんない。ほとんどの人がアビタがブロックするから、その勢いで。獣動画探したらヒットしましたみたいな。やっぱみんな獣動画探しまくるよね。僕も探すしね。今だとなんかね、それでアビタカが出てきちゃうし、本当ディストピアになったよな、YouTube も。それでいいんか。それでいいんか、獣 VTuber もよ。おめえら、獣動画で探したアビタカばっかりやぞ。おめえら出なくていいんか。ちょっと煽っていこう。獣動画を調べたらヒットいたし申した。やっぱ獣でも出てきちゃうのは、僕タグはね、獣と獣と獣ホモってつけてるからね、出るようになってんだよね。獣動画も調べたらヒットするんだな、本当恐ろしいな。完全ディストピア。獣ゲームの検索で見つかりました。だからもうこのワードになるともう僕出てくるのね、こうなっちゃうと。こうなるともうアビタカからは免れられないみたいな感じの節あるよね、ちょっと。すいません、もう獣とか獣ってやるとアビタカの動画出てきちゃって、あの、一般のアビタカに興味がない獣の皆さん、本当にすいませんです。猫獅子を久々に見たいなと思ったらアビタカさん知りました。やっぱね、ゲーム実況ってこうやって久々に見たいなと思って実況探して、なんか誰かが実況してないかなとか、そうやって探すっていうのが醍醐味だと思うんですよ。僕もそれやる。猫獅子も確かそれだったっぽくて、そういう猫獅子のキープレイヤーさんがどうやら僕の動画見てくれてるようで嬉しく思います。だからか知んないけど、未だにじわじわ再生されてるんだよね。高評価が未だに増えないのちょっと寂しいけど。まあなんか再生だけされる動画って高評価は増えないからね。うん、猫獅子の動画探したらアビタカランさんの動画を見つけて面白そうだなと思って見ていたら、どっぷりハマってしまいました。どっぷりハマってくれたのありがとうございます。嬉しいです。光栄に思います。猫獅子な、ほんと関係させてよかったよな。嬉しいです。てか面白そうだなと思って見てくれたら嬉しいわ。うん、第一印象が面白そうっていうの嬉しいです。ただ、マジで序盤のアビタカの実況はクソ。ほんと。猫獅子のね、良さを僕の実況で台無しにしてしまった。大変申し訳ない。中盤はいいと思う。中盤はっちゃけったから。ニコニコ動画で獣か獣か獣ホモか忘れましたが、どっかで検索した時に発見しました。パスファインダーマンが印象に残ってます。ありがとうございます。パスファインダーマンね、 YouTube よりもニコ動の方が再生されてんだよね。まああれもぶっちゃけ黒歴史。パスファインダーマンもう二度とあんな動画作るか。今日あれ作ったやつめっちゃ楽しかったんだよね。なんか自分の編集能力についてなんかちょっとなんだろう、頑張れたというか、自分の力がね、養われた気がします。で、ニコニコ動画も獣、獣、獣ホモでね、基本的にタグ付けしてるんで。これで投稿が新しい順にするとアビタが出てきやすいんだよね。うん。再生数はゴミ。そう、僕ニコ動でね、再生数ゴミだからね、もう投稿してないんだよね。本当に生配信アーカイブの保存庫にしてるから、今、あれだけど。
ゆくゆくはね、あの、なんだろうな、動画、YouTube での動画、半年か1年ぐらい経った動画、過去の動画をニコ動にね、再掲するのありかなと思った。あの、まあ、YouTube ちょっと収益もあるからさ、まあ、視聴されるのはやっぱ YouTube の方がありがたいなと思ってんだけど、もうだいぶ時期が経ちすぎて、YouTube で視聴されなくなった、もう視聴が見込めなくなった動画については、ニコ動に投稿するのもありかなと思って、ちょっとそのあたり考えてます。ニコ生保存庫にするのもったいなくてさ、なんか過去動画ぐらいだったらアップしてもいいんじゃないかなと思って、そのあたりの方向性を検討してます。ありがたいことにね、こうやってニコニコ動画をきっかけに見てくれてる方々も何人かいらっしゃるようだからね。だからニコ動で過去の動画投稿して、で、最新のアビタカの動向を知りたくなったら、YouTube 来てねっていう、そういうちょっと流し方しようかなと思う。自分は Twitter で獣絵探した時に、ある人の絵をきっかけにアビさんの存在を知りました。ねえ、ある人教えてよ、ある人。ぼかさないでよ、気になっちゃうでしょ。まあ、アビタカ描いてくれてる絵師さんは、まあもう限られてるけど。多分僕がコミッションで依頼したやつかもしれない。あれね、これね、本当ね、アビタカランの絵を描いてくれた方がいて申し訳ないんだけど、あの、いつもよりいいねが稼げてなくて申し訳ないって思います。うん、アビタカランという存在がいいねに貢献できてないどころか、むしろ悪影響を予防してて、あの、いつもの絵師さんだったら、もう1000いいねとか言ったりするはずなのに、アビタカを描いたせいで、そのなんか半分以下になってるみたいな、いいねが。本当にごめんなさいって思う、毎回。なんか、アビタカという存在が書き応えなくてもね、申し訳ないですって思います。もっとね、あの、なんか、二次三次とかさ、有名なさ、VTuber とか絵って描くとさ、あれじゃん、なんか、いつもよりいいね多くもらいました。っていう、そういうコンテンツの影響力のおかげで、いいねがいつもより増えるじゃん、みたいな。僕の場合だと逆なんですよね、まだまだ弱小だから。まだまだ弱小 YouTuber。だからさ、なんか、アビタカランの絵を描きましたって言われたとこで、ほとんどの人が、え、誰それって思って、むしろいいねしなくなっちゃうからさ、本当に僕の影響力のなさがね、不甲斐なくて申し訳ないです。もっとね、こう、大きくなってさ、ゆくゆくはなんか絵師さんに貢献できるように、アビタカの絵を描いたらいつもよりいいのもらいたくてなれるように頑張っていきたいと思いますので、すいません、まだ描き応えがない存在でごめんなさい。絵師さんの皆さん頑張ります。ネゴ一瞬限定版が手に入らなくて困っていた時にヒットしましたっていうね、こういう方多いんだけどね、あの、まあ、なんだったらもうここまでね、なんだろう、コメントするほどだから多分アビタカのこと登録してくれてるのかな、ありがとうございます。限定版をね、見るだけは全然ありなんで、ありがとうございます。あれはもう R18 のせいで収益通ってないからね、本当に。僕もやりたくて投稿しただけだから。まあ、それでみんな楽しんでくれてるの嬉しいです。アンチコメントというか、なんだろう、嵐が来なきゃいい。猫石の動画ですかね。当時は成人向けパッチ持ってなかったので、内容調べたら見つけました。限定版も投稿してヒットして、まあ、ヒットしてね、限定版見るだけだったら、あれなんだけど、まあ普通だなと思うけど、そこからアビタカを知ってくれてるっていうのは本当嬉しいよね。なんかね、限定版の実況きっかけに、なんかアビタカランという存在が気になってね、知りましたみたいな、嬉しく思います。ありがとうございます。自分はエネマグラのやつですね。エネマグラマジで多い。ほんと。いや、マジで多いっていうのは持った。ぶっちゃけそんな多くもない。今日ほんとなんか、エネマグラをきっかけに、なんか、アビタカにハマったっていう人、意外といらっしゃって、なんだったら VTuber の中にもいて、まあ、その人、その時は一般リスナーだったんだけど、そこからなんか、その一般リスナーさんの人も、なんか、エネマグラきっかけ知りましたし、今では VTuber やりつつも、僕のコンテンツを見てくれてるっていう方で、本当にありがたいです。エネマグラね、ほんと楽しかったやってて、マジで楽しかった。収益は当然通ってねえけど。当然通りませんでした、収益は。ダメでした。けどね、あれやってて楽しい。後悔はない。将来後悔するかもしんねえけど。はい。Google でキモホモの動画を検索して出たのがきっかけです。なんでお前 YouTube じゃなくて Google で調べてんの?YouTube 以外のところに可能性を見出しすぎだ。ゆくゆく FC2 アダルトでキモホモヒットしたらいいなみたいな感じかもしんない。僕も やったことあるから気持ちがわかる。うん、僕もそれやってた。なんか、Google で調べれば、もっとなんかニコ動とか FC2 とかからキモホモの動画出るんじゃないかなって僕よくやってたから、あ、中高生の頃、うん、非常に気持ちがわかる。で、そんな中でアビタが出ちゃうんだね、Google でも。Google でも出るんだ。もう、ディストピアになるぞ、ゆくゆくは。本当に申し訳ない。ディストピアと思われる前に、アビタからんという存在がもっと大きくならなければ、本当になんか弱小 YouTuber がサムネイルばっか出てくるみたいな。獣をキモホモで YouTube で動画調べたら、なんか、こんなアビタカランという弱小の知らない YouTuber ばっかり出てきて、だいぶなんか疲れたみたいな感じになっちゃうから、早く大きくなんねえとな、ほんと焦る。ディストピアになるかユートピアになるのかね、もう僕が大きくなるかならないかにね、かかってる。友人に獣と告白したという動画をきっかけにアビタカさんを知りました。これからも応援しています。応援ありがとうございます。友人に獣と告白したのもね、あのね、獣になった経緯をヒントにもらって、そのなんかこういう動画出そうと思って作ったのがきっかけですね。いや、本当にね、ノンフィクションです、マジで。マジで友達みんな受け入れてる。最初ドン引きしたけど。最初ドン引きしたけどね、おかげでアダルトの話もできるようになったしで、話の幅が広がったんで、
結構打ち解けたというか、まあ別にそれがなくてもね、僕たちの友情関係です。そんなやばじゃないからあれだけど、幅が広がってね、会話が広がったのが嬉しい。なんかみんなもネタにできるようになったしね。うん、やっぱね、言っといてよかったなって思いました。獣になったのは。まあこれね、ちょっと獣になった経緯よりも再生されなかったのが悔しいなっていう、そういうのがありますね。はい。もっとな、なんか再生されたら嬉しかったんだけどな、なんか思ってりゃ再生されなかったけど、まあ何千再生とかされたから、そこはまあラッキーと思いました。まあもともとは3、400再生されたらいいかなと思ったんで、未だになんか何千か再生されてるのは嬉しいです。獣になった経緯の動画が強すぎるか、クソ。自分は YouTube でケモホモと検索が来たら、ケモホモに物申すの動画を見て知りをしてますわ、みたいな。押してくれてありがとうございます。あの、ケモホモに物申すをきっかけにね、見たっていう人もね、意外といるんですよ。なんか検索したらケモホモに物申すが出て、なんか気になって登録しましたっていう方もいるんだけど、あれもね、マジでなんか、流行りに便乗してさ、なんか茶番動画作りたいなと思った。まあ、あと、獣あるあるみたいな。獣あるあるもね、作りたかったから、それを混ぜて作った動画あれですね。本当に黒歴史。あれ意外と再生されてるからさ、だったらもっとちゃんとした動画にしたかったなって思いましたが、ああいう茶番もね、ちょっと僕作って楽しいからさ、まあね、なんかそういう獣をテーマにしやすと、ネットスラングをね、テーマにしてなんか作れたらいいなと思います。ああいうスタンスの動画もね、今後作りたい。息抜き動画で。ライバーヒーローの実況を探している際に、サムネの時点で割とガチな方だと思いました。何がガチだ？なんだガチって、オッパコしてそうみたいな。オッパコしてそうなガチだと思った、僕。このガチがわからん。このガチがわかんねえけど。ライバーヒーローだからね、結構新規さんだよね。ありがとうございます。ライバーヒーローみんな好きっていうかさ、みんな、ライフワンダーさんとそこが作ってるゲーム好きだよね。うん。いいと思います。ライバーヒーローはね、僕どうせソシャゲ飽きるからさ、だったらみんなが見てもらってるところでね、配信やりたいなと思ってやったのが きっかけですね。ライバーヒーローもね、配信アーカイブだけどなんかじわじわと再生されて、みんななんかライバーヒーローのコンテンツ求めてるんだなってのが伝わってきました。ありがとうございます。今後もまあなんか飽きない間をね、あのストーリーの実況していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。私のおすすめに出てきたアビタカさんのラグランジ実況がきっかけで知りました。獣系の VTuber 見るのは初めてでしたが、初めてがアビタカさんで本当に良かったです。未だすっかり虜になってます。これからも活動楽しみにしてます。超褒めてくれる。ありがとうございます。超褒めてくれる。いいやつかよ。てか、おすすめにラグランジ出ちゃったのもうどんなおすすめなんだよ、本当。それでええんか。それでいいの？まあ、獣系の VTuber、ね、アビタが初めてだったので、まあ、獣 VTuber 処女を奪ってしまって、ね、申し訳ないけど、まあ、まんざらでもないならいいんじゃないみたいな。あのね、実はね、ありがたい話に、なんか、獣系 VTuber というか、VTuber みたいなアビタが初めてっていう人ね、意外といるんですよ。多いかは知らん。ちょくちょく見かける。なんか、その人の、なんだろ、一般リスナーの、なんか、誰登録してんだろうって確認すると、あ、チャンネル登録100万、10万、うん万とか中に、チャンネル登録1000人、アビタカランっていうのが紛れ込んでるんですよ。この中にアビタカ入っちゃってるのみたいな。この大手ばっかり見てる登録し、なんか、リスナーさんの中に僕入っちゃってるのみたいな、アビタカ入っちゃって、いいんすかみたいな感じでね、毎回萎縮しております、その登録欄を見るたびに。そんな感じでね、結構 VTuber にハマってなきゃアビタカだけ見てるってみたいな、VTuber なんかアビタカだけ見てるとか、なんだろうな、普段獣系 VTuber とか全然見ないんだけど、アビタカだけちょっと見ちゃおうみたいな感じの方が多くて、光栄に思います。ありがとうございます。まあ、ゆくゆくなんかアビタカをきっかけに VTuber 始めましたとかさ、なんか YouTuber 始めましたっていう人とか出てきてくれたら嬉しいなって思います。まあ、無理だろうけど。けど、まあ、もしいたら、一つ言うなら、アビタカのスタンスはマジで覚悟必要だからよろしく。覚悟っつうかね、なんだろう、計算しないと、マジで、ただの下ネタ大魔王になっちゃうんで、気をつけてください。もう結構下ネタは、敬意を払って下ネタ言ってるんで、まあ、たまにアホみたいな下ネタも言ってるけど。Google や YouTube で獣跡調べると、面白いアビタカさんのサムネが出てくるか。面白いの？サムネ僕。まあ、ありがとうございます。で、獣って調べて何も？ Google と YouTube 犯されてんの？僕に。Google や YouTube 犯されちゃう。アビタカに犯されちゃうわ。もう、なんだ、完全ディストピアでしょ？一般の人からしたら。今日も僕のサムネイルがだいぶ出てくるようになったんだな。もう活動2年間もね、続けてよかったなと思いました。今3年目に入ってるしね。頑張っていきます。僕はまず被験者森本くんがおすすめに出てきて、その動画が面白かったから、もうちょっと森本くん実況してる人いないかなって探したら、アビタカさんの動画が出てきて、声とか喋り方が好きだったので覚えてました。そして違う日におすすめにアビタカさんの動画が出てきて、その時の動画がどんな感じに獣になるのかという動画でした。間違ったらすいません。やってます。大丈夫です。その時にもっと獣や獣人がさらに好きになって、僕も心の中で、あ、この人なら飽きずに毎日動画見れそうって思いました。YouTube アカウント作って、YouTube チャンネル登録し始めた時に真っ先にアビタカさんチャンネル登録しました。獣系実況者は
見るの初めてだったけど本当に好きな実況者です。最後は感想みたいになってしまいましたが応援してます。これからも頑張ってください。めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。ミオザワラさん、ありがとうございます。超嬉しいんだけど超褒めてくれるじゃん。いや、まあほらこうやってあの本当にこういう方もいらっしゃるんですよ。あの、アビタカ、まさに登録者っていうか、なんか、VTuber 登録者のアビタカぐらいとか、なんか、いや、もちろん他の、なんだろう、YouTuber とか、大手の YouTuber 登録してるけど、その中で、このなんか弱小 YouTuber 登録してるのアビタカだけみたいなの、意外といて、本当にありがたい話です。いや、そうだったんだな。やっぱね、獣になった K の動画は、みんな見てくれてありがとうございます。まあ、面白いと思ってもらえたならね、やっぱ僕、VTuber として妙に尽きるよね。でそこで YouTube のアカウントを作って真っ先に僕登録してくれたってかなり嬉しいぞありがとうございますいやーそんなリスナーさんに囲まれて僕も光栄だよ。他の人とは何か違う自分の性癖について向き合いたくて獣について調べたら事例紹介、獣はどんな経緯で目覚めるのか獣の経緯を公開しますにたどり着きました。とても共感できたアビタカのことが好きになりました。ほんとこの動画ばっかだな、マジで。獣で調べるとマジマジで、まあ、じゃあ一回獣って調べると大体アビタカの動画出てくるようになったなら、もう一回、今はディストピア、今はディストピアだよ。いずれユートピアにする。そう。もっと大きくなって。あ、獣であってアビタカの動画出てくる幸せってなり得るように僕はユートピア作りたい。今完全ディストピア。うん、アンチがいてもおかしくない。頑張ります。やっぱなんかみんな自分の性域について調べたくなるんだよね。獣についてなんか語ってる動画ねえかなって思って。だから獣について語ってる動画って結構僕以外の動画でも全然再生数うんぜんとか言ってるんですよ。やっぱそういう傾向がある。やっぱみんな調べたくなっちゃうんだ。自分についてもっと知りたくなるんだろうね。うん、いいことだと思う。あなたへのおすすめみたいなやつ。もうおすすめでアビタが出てきたらもうね、やばいやばいごめんって思う。ほんと。申し訳ないです。アビタがなんかが出ちゃって。ケモナーはどんな経緯で目覚めるのかで知りました。やっぱこれ多いね。ありがとうございます。ニコ動でもね、なんか再生され、ニコ動あんま再生されてないんだよな、ほんと。あれ、ニコ動だと2、300とかそんくらいじゃなかったっけ。ほんとにその程度なんだよな。YouTube ぐらいでは何千再生とかされてんの。某アイドルケモノ VTuber かおすすめ欄をたどってきました。配信のラインナップが入りにとらわれず一目見て、あ、ガチのこじらすけケモホモの人だと若干胸焼けしつつチャンネル登録しました。貫けば個性だと思います。これからも性癖垂れ流しの動画を期待します、みたいな。誰だよ、某アイドルケモノって。もう、いいよ、出しちゃって名前。出しちゃっていいから。あー、ミスった。ミスった、ミスった。こっちで。よいしょ、こうしてと。はい、OK。これ気になるけどね、僕、ぼかされるとね、追求したくなっちゃう。そんな性癖をしてるんだ。アビタカ君は追求しちゃいたくなるんだ、みたいな。まあね、多分ね、確かにそんな、多分ね、清楚な VTuber のおすすめ欄あったら、マジでラインナップおかしいよなって思う、僕のは。マジで流行りにあんま囚われてないと思う。うん、ライバーヒーローは別だけど。あと、フォールガイズ。多分そんな清楚な配信ライン、清楚な配信のラインナップの中にアビタカの動画入っちゃってたら、もう、そりゃね、やべえやつだなって思うわな。ケモホモの人ってなんだよ、まず。ケモホモの人ってよ。ケモホモの人じゃねえよ。ケモホモの人かもしんねえけど、どうなんだ。若干胸焼けするよね。なんか、共感性周知ってやつだよね。なんか、うわ、なんか自分見てるやついる。恥ずかしいってなるよね。僕も思う。うん、僕も思うから、多分。こういう人意外と多いんだよ、なんか。アビタカさん見て、うわーみたいな感じの人多いんだけど、で、見ると、あーみたいな感じで共感して、そう、周知よりも共感が勝って、結局僕を見始めるっていう人も意外といて、うん、まあ、僕の虜になっちゃったよな、マジで。すまねえなって感じです、ほんと。うん、ありがたい話です。貫けば個性だと思います、ということで、これからの性癖垂れ流しの動画期待します。そう、貫かないとね、YouTube でぶっちゃけこのもう YouTuber がもうめっちゃ多い中で生き残るには、貫けな感じだって大事なところで。マジ、貫かなきゃいけないんですよ、そう。貫いて個性を出す。これが YouTube で生き残る方法。で、僕はもうそれとことに分かってたから、もうケモホモをね、みんなが何と言おうと、貫くっていう決意を持ってやってましたね、はい。まあ、その結果こうなっちゃったよな。今日はそれでみんなついてきてくれてるからありがたいです。本当にありがとうございます。リスナーさんの存在はマジで、ありがたいです。語彙力ないです。ラスト。もともと名前だけは知っていましたが、アビタカランが活動休止したという情報を目にしたことが活動内容を知るきっかけでした。その時は完全に YouTube 活動をやめたものだと思ったので、どうせなら見ておけばよかったなと思い過去の動画を見始めました。誤解させてすみませんでした。僕は多分よっぽどのことないと引退しない。休止はよくする。本当に。数ヶ月に一回休止するから僕は。なんか、ちょっと眠いんで休止しますとか全然あるから僕は。いや、なんか、こう思ってくれる方もいるんだね。なんだろう。
あ、マジ、あいつ、やめたのみたいな。あいつやめたの見とけよかったって。まあなんかそう思われるような存在にもなれてるんだなってことは非常に光栄に思います。ありがとうございます。なんかこう考えるとね、そう、もともと名前だけ知ってる人がね、なんだろう、僕が引退しますとかやったら意外と見てくれるかな見てくれるかなその後なんか5日後ぐらいに復帰しましたってやると荒れるかな、うん、怖いわ。まあ今ね、見てくれててありがとうございます。今後もね、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。どうでしたかね？いや、結構長時間になっちゃったね。今日、多くのコメントが来てくれて、僕は嬉しかったです。ありがとうございました。こんな感じでね、今後もリスナーさんに、このテーマについていろいろと教えてくださいってことで、リスナー協力型動画とかね、作れたらいいなと思いますんで、その時はね、協力してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。いやー、いろいろなね、きっかけありましたけど、まあ、なんだろうな、まあ、多いっつったら獣になった経緯とか、まあ、あとゲーム実況、獣ゲーム実況だよね、みたいな感じで多いですね。いつかね、僕の夢は、テイルズ・オブ・ベスピリア実況でアビタカを知りましたとか、RPG の実況でアビタカを知りましたとかになったらね、すごく光栄に思いますね。いや、もちろん獣じゃねえ。そういう、息抜き動画とか、獣ゲームをきっかけにアビタカしてくれたのも嬉しいんだけど、ゆくゆく RPG も僕武器にしたいんでね、そう、RPG 実況をきっかけにアビタカをしたとか、そういう方もね、ゆくゆく、ちょっと現れたらね、嬉しいなと思います。今後もね、マジで頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まだまだ弱小 YouTuber ですが、はい。でもなんだったら、YouTube で獣とか獣とか、獣ホームで調べると、アビタカが出てきちゃうっていう、もうそういうディストピアになってしまいましたが、そこをユートピアにね、なれるよ。そう、アビタカが好きな人が増えて、ユートピアと感じてもらえる、そんな世界が来るようにね、僕はもっと頑張っていきたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。とは言いたいんだけど、まあ、ぶっちゃけ飽きたら、飽きたで離れていいです。で、またいつか戻ってきてくれたら嬉しいです。うん、何度も言ってるけど、僕、アビタカランサルモノ追わず、サレド戻ってきたものを歓迎するの方針なんで、皆さんね、見たいものは見て、見たくなかったら別に見なくていいし、みたいな感じで、無理せずにアビタカを、ね、マイペースに追ってくれたら嬉しいです。今後もよろしくお願いします。それじゃあ、今回の動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、帰って、あ、ケモホモの、あ、同人誌でも、あ、読もうぜ、じゃねえ。